人間だった俺は通り魔に刺されて死んだと思ったら、うちの世界でスライムに転生して、暴風竜ベルドラと友達になったり、みんなを守るために戦って、子供たちもこれで一安心。教師生活ももうすぐ終わりだし、本当にここまで波乱万丈っつうか、なんつうか大変なことがいろいろあったけど、なあランガ、こんな平和がずっと続くといいな。